こんにちは、トイラボです。今回はトイズキャビンから発売された立体駐車場コレクションについて見ていきたいと思います。すべてのセットに駐車場パーツはついていて、プラス小物という感じですね。それでは開封していきましょう。まずは三角コーンが入っている A セット。昇降ボタンがついている B セット。スタンド灰皿がついている C セット。消火器がついている D セット。それでは組み立ててみましょう。パーツによってはバリア引けがあったりしましたが、おおむね問題なく組み立てることができました。何個かつなげるとリアリティが出てきて、なかなかいい感じではないでしょうか。飾ってみると2階建てでは物足りなくなってきたので、あと2階ほど回して3階建てが作れたらいいなと思います。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。